はいどうも皆さんこんにちは、ムーポンです。今日もヨッシーウルワールドやっていきましょう。で、前回ジャングルヨッシーを、救出して、そのまま次 4-2 壁穴ジュゲムの巣、ジュゲムの巣なんかいっぱい投げてくるんですかね。とはいえ壁穴っていうことは、普通になんか陸続きになってそうだと願いたい。というか、洞窟のステージやったら多分ポチが有効なんじゃないかなと思うんで、ちょっと今回はポチ連れていきましょうか。久しぶりで、まずこっちはない。ちょっと待った、ステージが流れているよ。強制スクロールがここに来てきたか。マジでこれじゃあ、ジュゲムが投げてくるね。で、回復があって、で、ここは乗ると崩れますね。で、おっと、ウールが見つかったが、そこの下って入っていけるんかな？どうなんや。で、これちょっと早めに、そういうことか、そういうことする。崩しちゃうと取れないから、ここをヒップドロップして、おいでよと。そういう感じなんですね。うわー、やられた。早速フラワーをやられてしまったんですけど、隠し要素っていう感じですよね。で、そこに乗るには、ちょっと待った、そうなんだよ、あるんだけど、こっち行って右からダッシュで取ると。なるほど、ギリギリで、ここはウールで突破していくと。で、後ろ追いつかれる前に崩してしまって、おーっと、ボールを取られてしまった。これは、ただここでスクロールが止まったならば、稼ぎ放題ですよ。痛い、ちょっと待って、いっぱい投げてくる。ちょっと増えた、これ、相手してる場合じゃないわ。行きましょう。で、ドア入って、こっちね。で、ウールが1個だけになってしまったんで、ちょっと、あんまり無駄打ちはできないが、強制スクロールはあそこだけなんすかね。どうなんやろ。で、ここちょっとゆっくりめにもちもち潰すけども、サイドとかは特に何もなかったんで、思い切っていきましょう。で、おー、あるね。なんか上通りましたよね、今完全に。で、ジュゲムが復活したんで、ボールを補充させてもらって、で、お、ジャンプ台が来たぞ。ここ、フラワーあるんじゃねないですか。おお、この隠しでフラワーないっていうのは、なかなか手厳しいですね。で、ヒップドロップで抜けてしまって、で、いた！ちょっと待って。下があるけど、ここも土管があるっていうことは、ちょっと待った。ちょい。彼を踏んで入ると。よし。なんとか。え？どここれ？お、こんなところに隠しがあったか。マジで。これであれか、フラワーじゃないのか。なかなか、しっかり隠してきてますね、これ。ジュゲムのギミック、結構、難しかったかような気はするんですけど、そう甘くはないよと。で、お、なんか糸が見えますね。ちょっと、ポシさん、どいて。おー、ここにフラワーが隠れてる。これ形式のやつって、たまたまここ、スライドっていうか、ヒップドロップで気づいたからよかったものの、なかなか気づけないですよな、あれ。で、左は扉、右は、ウールがあるんで、回収。で、彼は一旦もうたまに変えちゃいましょう。で、扉があるので、押してまいると。よし。まあ。ウールの取りこぼし的にはなさそうやけど、フラワーがもうすでに2個取りこぼしてるんか。このステージ難しいですよね。で、今のはただただ中間があったけど、そういうことする。で、これ、完全地帯よ。うまいこと通っていかないと、救出用のウールが取れなかったですよと。で、どこ埋まる？あそこに、ハテナがあるけど。ちょっと待って、そういうことされちゃうか。うわ、
これむずいぞ。でかつ今ので毛糸を失ってしまったんで、あの兵法、左にいた兵法を確実にたまに変えていかないといけないと。よし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 、食べて、これでまあ投げれる状態なんですよね。でね、右にハテナが出てくるので、来るので来るので、このラインで待って、ほっ、おっと、そのフラワーはやばい。おお、あぶねえ。で取れて、で埋まっていくけど、ポチッ、相変わらずの押し出しですよね。あ、これ待ってないと何か見逃しが実はあったとか、そういうオチないですか。でもここで中間ってことは、うん、まあさっきのステージ入る前にも中間があったんで、なんかやり直そうと思えばなんかいつでもできそうやから、さすがにそんなことはしてこないか。で上は何もないか、さすがに。ただあのハテナどうするんでしょうね。どっか、抜けていった先から入れるのかな、もしかして。で、ポイッと。一旦ぶつける。で、この辺とか削って。で、おー、なんかあるね。隅っこに。やっぱなんかありますか？回復か。まあ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 。なんもないよりかは全然。ありがたい。で、ちょ、ポチさん、どいて。で、ジュゲムで弾を回収して、で、あ、でもここであれか、補充ゾーンがあるから、まあまあまあ、気にせずに使うことはできるんか。おー、なるほどね。ただまあ、足場とか崩しすぎて、いけないところができちゃうっていうのが一番ちょっと苦しいのかな。で、おっと、ジュゲムが、挑発してきているが、食べちゃうぞ。これ隠し扉なのかな。これでも足場崩されちゃうと入れなくなっちゃうならば、さっき入ってみましょうか。これでさっきのなんか左側、あー、あるね、あるね。じゃあこれでもジャンプするだけですよね。あー、全然。上になんか扉あるけど、何あれ。お、高さは足りないけど、なんか別の扉があってそっから入ってくるみたいな、そういう感じなのか。となると位置的に言うと、この辺になんかあってもおかしくないんですよね。ん？ないか、何も出てこない、なさそうか。おー、ということはまあ見込み違いなので、そこ、あっと、ちょっと待って、あー、毛糸取られた、くっそ。やってくれるじゃないの。でねえ、食べちゃって、でここをなんかいい感じに削れないですか。いい感じに削れましたね、これで。ここ抜けてハテナで、あれ、あー、大ジャンプ、なるほど。っていうことはね、あっちが多分正規ルートな感じがするんで、ちょっと戻って、取りこぼしなかったっけ、ないかないか。あ、気のせいです。大丈夫です。なので、まあ特になんか右忘れてたかなと思って戻っちゃったんですけど、特になんもなかったんで、ね、大ジャンプ行きましょうか。どう、お、あ、もう戻れなくなったよ。で、あ、これ崩れていくから気をつけないとダメっすよね。で、特に今のところまあ一個ずつ飛び乗るタイミングをずらしてれば問題なさそうやけど、全然取れてないね。マジ？マジ？それ、ないか、ないか、ないっすか。まあ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 、最初のあの強制スクロールで出鼻はくじかれたものの、うん、どうやろう、毛糸はでも結構取りましたよね。どうどう、フルコン行きました？1個ぐらい取り損ねてそうな気はするけど、1,2,3,4,5、 おわ、取れてる取れてる。まあまあ、ヨッシーが救えたならば、それはそれで僕はね、ひとまずは満足ですよ。で
グレーと、なんか緑とかありましたっけ。なんやろ今度、洞窟ヨッシーみたいな、どうなんでしょうね。なんかここのステージのデザインに似たようなヨッシーなんじゃないかっていう思いがあるんですけど、眉毛が生えてる、ジュゲームヨッシーなるほどね。まあまあまあ、ステージにっていうか敵にそっくりみたいな、そういう感じなんか。で、なんか、なんだあの丸太が組まれたみたいなステージは。で、ジュゲームヨッシーに変わるけど、言うほどジュゲームじゃないっすよね。で、4の3、イカダに乗って川下り。ああ、これも完全に横スクロールな、まあスクロールステージな気がするんで、次回はこのイカダに乗って川下り、やっていければなと思いますので、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次回でお会いしましょう。またね。